はるみさん、こんにちは。かんです。ということで皆さん、第110回タワーどうでしたでしょうか？まあ、僕はね、今回の大会ね、最高レート更新しまして、2470まで行きました。はい、ありがとうございます。でも、今のタワーのレートは1935ということで、まあ、めちゃくちゃ落としてるわけですね。まあ、いろんな編成試してたらこんなことになってしまったんですけども、まあ、別に悔いはないと。最高レート更新できたんで嬉しいかなという感じです。まあ、いつかレート2500超えたいなとは思ってるんですけどもね、今日はですね、エマが下方修正入るでしょう。なのであれでね、10連引いていきたいなと思います。僕のチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。あとメンバーシップ始めました。はい、というわけでまあ1798ヒートえらいことになってもうたんですけど、まあ、エマがね、下方修正来たんで、下方修正のチケットがもらえるはずです。これですね、バランス調整を実施しましたというような感じです。で、下方修正の内容は、大切な親友の効果を下記のように調整した。打球が低バウンドとなる効果を、特殊状態中から相手がマッチポイント時に発動するよう調整。おー、結構な下方したね。これ一部打球を除き、返球時に追い風が発生するタイミング3ポイント以降か4ポイント以降に調整ということで、まあ、ダブルスだけですけど、エマが下方しましたという感じです。で、まあ、このね、下方すると何が、どんなにいいことがあるかっていうと、下方チケットがもらえるんですね。これですね、バランス調整チケットっていうやつです。これね、星5のキャラ1体確定っていう方と10連引く方のやつがあるんですけど、それ皆さんどっち選びますか？僕はもう10連の方引こうかなと思ってます。もう、だって、一人だけゲットしてさ、被ってしまったらなんかどうしようもないやん。それやったらなんか10体から楽しんでやった方がいいかなという感じです。で、これどこで交換するかっていうと、まあ普通にね、交換所から交換していくんやと思います。これね、もらうの僕初めてなんですよ、実は。はい、こういう感じで、星4と星10、星10ちゃうわ。星4、1体確定と10枚絶対ゲットできるっていうような感じです。で、まあ、バランス調整ガチャから登場するキャラっていうのはやっぱ限られてて、まあ、誰が出るかっていうと、まあ、シャルロット、リリカ、コヨミ、ケンセイ、シエラ、カレン、ミーヤ、リルテッド、フェネッカ、セレーナ、バイス、ネロ、エンマ、リーラン、ハルということで、結構強いキャラたち入ってます。なので、ほんまにね、もうほんまに、絶対1体ゲットしたいっていう人は、ほんまに星4確定の方がいいと思うんですけど、僕みたいにね、もう楽しみたいと、もう被ってしまったら悲しいから、楽しみたいという方はね、ぜひ10連の方交換してください。はい、ガチャチケ10枚。ガチャチケ10枚やったら、これ普通のガチャチケがもらえるんか。ほんだら俺は何を引けんのこれ。待って、俺バランス調整引かれへん説ない？ちょっと一回無料。よいしょ。待って、俺バランス調整引かれ、あ、俺やらかした。バランス調整引かれへん人になってしまった。いやー、マジでやらかしましたね。で俺初めてバランス調整チケットとかもらったからさ、ちょっと仕様わからんくて、つい10連の方交換してしまったけども。だからまああれやな、10連の方交換する人はこのね、セレナ、キアラ、ケンセイ、ホシーとか、あとは、将来のね、多分次コラボキャラ来るんちゃうかな。まあ、次の次ぐらいには絶対来ると思うから、まあ、その時用に貯めとくのもありかなと思います。ということで、まあ、さっき10連引くって言ったんでね、まあ、10連だけは引いていこうかなと思います。うわぁ、久しぶりやな、10連引く。もうずっとな、アナゼのために単発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 で引いとったからさ、まあ、結局当たらんかったんけどな、サイリンアナゼ。マジで俺推しやのにさ、当たらんっていう悲しさ。わーお、あ、1体確定やん。確定かわからんけど、まあ、でもほとんどの確率でこれ入るんじゃん。なんか、確定じゃない時あるやんな。確か2時じゃない、2時であっても。あ、終わった。新キャラゼロですね。もう一回引くかな。いや、これはちょっともう一回引くか。どうせやしね。せっかくやし、もう10連引いていこうかなと思います。みんなどっち選んだやろな。星4確定なのか、10連の方か。お、また1体確定。もうそれはマジで嬉しい。いいね、いいね、いいね。1体おるっていうこの安心感はでかいよね。さあ次。あ、かぶりました。まあただ20連引いて2つの凸ルーンをゲットしたんと、こういう虹のちっちゃいルーンたちをゲットしたっていう感じですね。まあ、ということでね、まあ、誰も当たらなかったわけなんですけども、まあ、やっぱりね、星4確定のやつやっててもね、多分バイスとか当たってた気がするんで、まあ、そこまで問題じゃないんじゃないかなと思います。はい。ほんでまあ、次からね、111回タワーやと思うんですけども、それは皆さんポッキー食べてやりましょう。で、まあ僕はね、110回タワーの時にね、僕とほぼ同じ名前の人と当たって、めっちゃおもろかったんで、それ今から見ていこうかなと思います。ということで、見ていってください。どうぞ。はい、というわけで、まあこういう感じの名前なんです。キャラゲの喧嘩乙女。ちょっとなんて読んだらいいかわからんねんけども。まあ、こういう名前の人と当たりました。で、まあ、俺のことを白手にでフォローしてたから多分俺のことを知ってると。だから多分ね、名前を似せてきてるっていうような感じなんやと思うから、まあ、名前は普通に出していきます。はい。ほんでまあ、俺の名前はキャラゲーの極み乙女やねんけど、別に由来とかはないです。僕始めたん多分ね、3年前ぐらいだと思うんですけど、まあ、途中辞めてた時期もあるんですけど、まあ、その時に多分、ゲスの極み乙女が流行ってた。俺別にそんななんかドハマりしたわけではないねんけど、まあ普通にね、なんか流行ってたから、あ、こんな感じの名前にしようと思って、した感じですね。はい。もう初めて当初からこうやって感じですね。まあ変えてもいいなとは思ったんやけども、まあみんな、俺の名前これって分かってる人多いと思うから、まあキャンやでっていう人がキャラゲーの極み乙女って認識してない人もおるかもしれへんねんけど、まあこの動画を機にね、認識していただけたらなと思います。はい。ほんでまあ相手の編成すごい変わってたよね。シン・エレン、ラインズマン・リリカ、ほんでからインデックスっていう、まあ、クレーコートのキャラをグラスに出張と、まあデメリットはちょっと少なめやねんけどな、ハードコートに出張してるクレイはマイナス 20% やけども、グラスコートに出張してるクレイのキャラはね、プラス 0% って感じで、プラス 20% つかないだけなんで、まあ、そこまで問題のない出張なんじゃないかなと思います。てか、あれやんな、出張制限みたいなかかるんやんな。出張できひんくなるわけではないと思うねんけども、だいぶ制限がかかって、もう出張なんかもうやってられへんわみたいな感じの修正になると思うから、まあほんまに今のうちに出張するならする。で、もう今から出張戦編成を考えとくっていうのもありかなと思います。まあどっちでもいいんじゃないかなと、僕は思っております。はい。めちゃめちゃ空振るよね。この光の王で陣を作って防御固めた後壊されて、その後バンって抜かれるっていうね。てかマジで死にやねん。強すぎる事件がやばい。ほんでインデックスが普通にちょっと強くてだるかったな。これ今から見てほしいねんけど、結構いじめられるよ。まあ相手インデックスとシンエレンはスターコートのキャラやからね。バックハンドで打っても SS 分はかからないっていうような感じやねんけども、スターコートのキャラ以外はね、バックハンドで取ってしまう。利き手じゃない方やね。だからリリカは今右手でラケットを持ってるから、左側で球を返球した時にですね、SS 分がかかってしまって、こういう感じでね、しかもこれ、永遠になんですよ。10秒間なんですけど、またバックで取ったらまた SF インっていうのがかかってしまうので、マジで永遠なんですよ。しかもシンエレンなんか立体起動してオーバーフローボレーとかしてくるわけや。もうそんなんバックで取らざるを得ないっていうシチュエーションばっかりなんですよ。なのでやばいと。ほんで、このインデックスのコートでね、強制発動っていうのがあるんですよ、これ。30秒か40秒か分かんないですけど、まあ、そんぐらい、多分30秒っすわ。強制発動っていうのがあるから、今 SS を打ってしまったっていう、ジュタでね。その性能も忘れてたっていう、このやばさ。マジ、性能忘れてるってほんまにやばいよな、普通に。スターコートもさ、バックハンドで取ったら SS 風になるとかっていうのも覚えてない人もたまにおるしさ。だから、結構、どっちやったっけってなるんよね、久しぶりに会ってきたら。だから、そういう感じの戦法で戦っていくのも、まあ、ありかなとは思ったよね。まあ、シンエレンが強すぎたっていう感じですね。まあ、負けたから名前出してるっていうのもあります。はい。はい。というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、今日はですね、まあ、絵馬加報したっていうことで、まあ、バランス調整チケットもらってガチャ引いてみたっていうのと、まあ、前回のタワーでね、俺の名前と似てる人、多分視聴者さんやと思うんですけど、まあ、その人と戦って楽しかったよっていうような報告です。ということで、まあ、僕のチャンネルではこんな感じではないね。いつもすごいためになる動画上げてるんで、よかったらチャンネル登録、あと応援もよろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイバイ。